続いて左手乗っ取り型ゲーム機ですね、うん、はい。知ってるぞこの方。じゃんけんちょっと遊びこうかな。チーム深海ラボ。深海ラボ。皆さんこんにちは。今回我々チーム深海ラボと提案するのは新たな暇つぶしの話です。コロナウイルスのストレスの吸収として少しでも貢献できればと思い、うん、汎用左手乗っ取り型じゃんけんゲーム機、じゃんけんゲーム、一人でじゃんけん、じゃんけんオフラインの紹介をします、うん、実際のプレイ動画をご覧ください。どうやって？このボタンで起動してこの LED でじゃんけんのタイミングを測ります、はい、ボタンを押します。右手をグーにするとゲームが装置します、うん、できます、うん、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこですね、ほう、あいこでしょう、ほう、先ほど負けましたので勝つまでやっていきたいと思います、はい、ではいきます。最初はグー、うん、じゃんけんぽい、うん、ワンテンポいとか。プレイヤーは右手に曲げセンサーがついた手袋を装着します、はい、動画の PC に出ている数値から出した手を判断しています、うん、赤八甲株式会社のロングストロークソレノイド CH1284 の上に左手を乗せ、これ3つでソレノイドが動くことで CPU が3つでじゃんけんぽんのこの形が出せるんですね。発射をつけることで指をスムーズに動かすよう工夫しています。いかがだったでしょうか。これからオンライン対戦化の方も進めてまいります、はい、ゲーム実況者の皆さんコラボお待ちしてます。では最後に動画を見てくれたみんな、チャンネル登録はこちらから、高評価グッドボタンはこちらから。この方は顔がいいですよね、結構ね、見ちゃう顔してる。皆さん仕組み分かりました？これ瞬時に判断して動くことで CPU 側の手を出します、はい、ソレノイドの先端曲げセンサーがこうついてて、うんうんうん、この曲げセンサーでグーかチョキかパーを判定していて、うんうんうん、まあ、スピードによると思うんですが、それに合わせてすぐグーかチョキかパーを出すっていう。で、これで3つでいけるんですね。で、グーチョキパーを出すというね。これなんかものすごいスピードでやったらどうなるんですかね。じゃんけんぽい。人間絶対勝てないですね。そういう東大の研究室ありますけども。これ、多分この子には勝てそうな気がするんだけど。でも、こうした、このぐらいでパーかグーか判定できたら、うんうん、勝てないですね、この子。なんかテレビで見たことありますね、確かに。はい、ね、すごい早いのでも活躍。早いのあります、あります。すごいですね、技術力がすごい。すごい。で、なんといってもこの方の、うん、顔がいい。この顔は。ザ・三白眼。このね、この顔。うん、はい。チーム深海ラボの方でした。